ポケットモンスターバイオレット実況プレイのパート6やっていきたいと思います。というわけでですね、なんかグラウンドに呼び出されましたが、課外授業が始まるということでね、いよいよ冒険に出られるのかな。早速行きましょう。皆さん集まりましたかね。それではこれから課外授業の説明を行います。課外のテーマは宝探し。皆さんには世界を旅して自分だけの宝物を探していただきます。これまで皆さんは学校の中で多くの知識を学んできたと思います。しかしこれからは外の世界にも目を向け、見聞を深めていただきたい。パルテアの豊かな自然、豊かな文化、そこで暮らすポケモンたち、お、トロピウスいるじゃん。そこで暮らす人々、どこへ行き、誰と出会い、何をなすのか、それぞれがそれぞれのポケモンたちと共に歩き、共に考え、共に感じ、自分だけの宝物を見つけて帰ってきてください。課外授業を通して大きく成長したあなたたちに再びご挨拶できることを楽しみにしておりますよ。それでは宝探し開始、いってらっしゃい。声優って大変だね。あの口ぽくに合わせるんでしょ、すごいね。そもそも読むのも下手だからな声優マジすげーってなっちゃう。よっしゃ、オープンワイルド、オープンワイルドだ。ライトしていくよ元トカゲ。ちょっとミライドに似てるなこのポケモン。皆さんお気をつけて、パルデアの大穴の立ち入りは危ないので高速違反ですからね。学校の外なのに高速。アナベル、行くよ。あらら。なるほど。じゃあ、こっからもう自由に行動できるってことなのかな？なんなら着替えたいな。アナベル、アナベル。宝探し始まったね。何するの？初めてだもんね。歩きながら教えるよ。グレープアカデミーのメインイベント宝探しはね、宝探しとは言っても本当に宝があるわけじゃなくて、アルデア地方を自由に冒険していろんなことを体験すればいいの。ジムに挑戦したり、困ってる人を助けたり、本当にお宝を探し合うのもあり。普段学校の中じゃ学べないこといっぱい学べるよ。勝負の機会もたくさんで、私的には最高のイベント。宝探し中再開したらアナベルとも戦わせてよね。もちろん。そうだ、スマホのマップアプリ、行きたいところを設定できるんだ。この前登録したジムの場所、目的地に登録してみたら。生徒会長でも抜け書きとは卑怯だな。お、うわ、ペパー抜け書きって人聞きが悪いな。ジムをおすすめしてるだけ。何するか決めるのはアナベル自身だもん。アナベルは俺と主ポケモンを探してスパイスちょろまかすんだ。チャンピオンになってる暇ないぜ。秘伝スパイスで守る主の爪か、一緒に行くんだもんな。ちょっとずるい、アナベルに変なこと教えないでよ。あ、誘ってるだけで決めるのはアナベル自身だろ。互いにブーメランだな。ふっ。お、ん、アナベル、スマホ鳴ってんぞ。
やあ、アナベル。カッショーペアだ。何者だこいつ。以前伝えていたスターダスト大作戦についてだ。スター団には5つの組があり、アジトもそれぞれ分かれている。アナベルにはそこへ向かい、組のボス、5名を倒してほしいのだ。下っ端軍団が邪魔してくるだろうが、私も遠くからサポートさせてもらう。ボスたちは組の名前となっているポケモンタイプの使い手だが、あなたならきっと大丈夫だろう。というわけで、勝手ながらアジトの場所を登録しておく。やべえな。スターダのアジトがマップアプリに登録された。つらやべえ。スターダストストーリート。ボスを倒すためにたんまりと報酬を差し上げよう。いや、いきなり誰なの？スターダンって不良で危ないし、アナベルには関係ないよ。そうだそうだ。こいつは俺と一緒にすげえ食材を探すんだよ。決めるのはアナベル自身だったかな。でも、ペッパー。なんて名前？アナベル。あなたの活躍を楽しみにしているよ。んと、誰だろうな。何だったんだよ。アナベル、友達多いのはいいけど、危ないことに深入りしすぎないでね。さて、気を取り直して、冒険の始まりをしよう。私は出会ったポケモントレーナーと片っ端から勝負していく。最強も追い求めていれば、その経験が自分だけの宝になるはず。とりあえずもう一度ジム行って、新しいポケモン鍛えようかな。ジムの建物、写真送っとくね。お。いろいろ口出ししちゃったけど、決めるのはアナベルだから、行きたいところに行って、やりたいことをやっちゃえ。自分だけの宝、ねえ。俺の場合はま、秘伝スパイスに決まってる。ま？スパイス見つけたら、うまいサンドイッチ。作って壊してやるからだ。ん？ああ、そういえば。なんで出てくんだよ。サンドイッチって言葉に反応したのかな。降ってきたぞ。お前にはやらねえ。はいはい。早く来てみたい。アナベルに乗れって言ってる。お。プラスボタンを押すとミライトに乗って素早く移動することができます。ライトしてる時にB ボタンを押すとジャンプして障害物を飛び越えることができます。もう一度プラスボタンを押すとミライトから降ります。自転車代わり。おお。お、変形した。やっぱり元トカゲっぽい。ミライダーと一緒ならどこにだって行けそうだね。どうだかな。主ポケモンを探すなら東門から出るといいぜ。アナベルはジムに行くから西門から出発がおすすめだよ。東側は迷いやすいし、お前ら仲悪いな。先行ってぞ。さっさと追いついてこいよな。濡れる。私もジム行こう。待ってね、アナベル。なんか多分推奨レベルの違いとかも出てくるだろうかな。いよいよアカデミーの課外授業、宝探しが始まります。自由に目的地を巡り、たくさんのポケモンと出会うことで、あなただけの宝物を見つけましょう。めっちゃ雨降ってら。マップの操作がね、まだなんか慣れてないんですよね。あー、そういうことか。なるほどね。あ、初めてのジムにおすすめって書いてる。やっぱ最初虫じゃん。このマークはなんだ。なんかいいのかな。なるほど。
あーでもとりあえずなー、ここ目指そうかな。まあなんかストーリーがねちょこちょことあるみたいなんで、どうすればいいんだこれ。ほらチャンピオンロード、スターダストストリート、レジェンドルートってことで、まあ、いい感じに均等にいければいいのかな。まあ、とりあえずはこの、場所、私今回ね事務戦にしたいと思います。よし向こうか。おいいね。あね、新しいポケモンに会えるかもしんねえし、行こうか。なんだ、あ、もしもし、私ネモネモ、これからそのままお互いの近況を知らせ合おうよ。アナベルは学校の西側から旅立つことにしたんだね。そっちだったらセルクルタウンが近いよ。虫タイプのジムがあるからジムリーダーに挑めるね。アナベルならきっと勝てる。頑張って。また連絡する。はいよ。アナベルさん、行きましょうか。当たんの？あ、やった。ピクニックだって。あ、そういうこと。投げれんの？投げれるね。メリープいいんじゃん。それからリーフ。オッケー、S。捕まえます。OK。 メリープの毛玉どうかな。あーいいね、加えちゃおうかな。ハモがね多分あんまアタッカー的に良くない性格してるんですよね。新しいポケモンだから使ってやりたいっちゃ使ってやりたいんだけど、基本的に効率中なもんで、初見のポケモンとかがいたら捕まえていきたいけど、ムックルか、一応捕まえとこうかな。倒しちゃうかな。お、耐えた。ナイス。あー特攻か、控えめ。シュムックルはさすがにねえかな。
ゃめっちゃややこまいるやん。いやこれ道外れたくなんのよな。登れない。なんか行けそうじゃない。そ、後ろから結構さ、もしかして後ろ向きだと結構行けたりする。あ、行けるね。何これ。なんか落ちる。クラブの実。もっと接触してもうた。この歯ちょ、ジムに向けてな、戦力も確保しておきたいよね。ピンプク、一応捕まえとこう。なんだあの光の柱は。マジカルリーフ、ここも高そう。高え。噛みつく。ナイス、ちょうどいい。オッケー、注文。どうさ、見ようともしない。使う気ねえなっていう。分かられちゃうね。いい傷薬、元気のかけら。なんだった、何のポケモンだと思ったら普通に子供だった。戦おうか。虫ポケか。ニャオハ相性悪いな。よし、ちょっとね、経験値稼がしてもらおう。いいよ。攻撃力下げられた。いけるか？オッケー。なんだこいつ、なんだこいつ。オラチフ、威嚇持ちか。何タイプだ。これが普通に入る。爪研ぎ。なんか悪タイプっぽい気もするな。見られない。もう一発マジカルリーフ入れて変えた。バックアウト、悪っぽいな。威嚇で攻撃力下げてバックアウトで得を下げてってやってくれんじゃねえかこいつ。おっぱで、あ、やっぱ悪だ。発達した顎と牙は岩を噛み砕く力強さ。耐久力と攻撃力が高いって感じか。あ、確かに攻撃高いけど、勇敢だ。こいつ
え？あ、あ、欲しがりですか？それ捕まえてないな。俺そっちが気になるんだよね。なんかあのオリーブみたいな。お、なんか覚えた。綿胞子ってなんだ、素早さ下げるんだっけか。そうだね。まあ、鳴き声よりはいいか。あ、でも静電気あるから別に相手素早さ下げるに見えんのか。ミニーブ、オリーブですね。よし。投げちゃうか。今俺どこにいた？オッケー。さあ、ノーマル入ってんだ、これ。ノーマル。ゴーストが無効化されて、格闘が4倍になるのか？あれ？草って格闘半減だっけ？そこから。この帽子。ディグナめっちゃいんな。ディグナ様捕まえてんだよね。これなんだ？パルデア地方ではいろんな場所で光り輝く結晶が見つかります。結晶を調べると強力なテラスタルポケモンとかテラレイドバトルに挑戦できます。あー、そういうこと。前回で言うとこの、マックスレイドバトルみたいなやつね。なるほどね。バトルしよう。これな、トレーナー自分から来るんだって、こっちから話しかけていかないといけないんだもんね。普通かかられるのはそれはそれでいいんだけど、どこだっけ。相性ええやん。この葉。お、いっぺん持ってる。あー、耐えたか。急所入って耐えたの。すげえな。痛え。ドンゾの噛みつくで。ちょっと一旦にゃおか引かしたいな。いいね。叩きつける。力持ちにうってつけじゃないか。ただちょっとね、命中低いけどね。水鉄砲を消して叩きつけるにしましょうか。オラチフ、さっきのだ。アクタイプだったから、ラルトス出して、ああ、エスパーか。え、チャンボイス。ああ、そっか。一撃！軽く高えな。結構せっか。
はてえな。待って、こいつ強えぞ。エアコマスワンな。ヤッハマジカルリーフ。すげえ耐久力。うわ、こいつ一人に行くか。壊滅させられてる。いってえ。うわマジかよ。ナイス。毒ビシか。まあ、いっか。あんこ。頑張ってほしいな。ダブル光線。お、防御開けてる。勝てよろしくないですね。スムヤン、危ねえ。いいよ、落とすわけにいかんのよ。じゃあ物理が上がってるからマジカルリーフで OK。木の実。こんな序盤でこんな比率化バトルできる。ダメージは少ないけど、これ徐々に素早さ削られてるの痛えな。攻撃力か何あれが、防御力まで下げようとしてくる。やらしいね。なんとかなったけど、結構削られたな。変更石化ちょっと欲しい気もする。特殊なくなるのはちょっとな。どうなのかな。特攻が19。あー、いや、もともと結構早いんだよね。変更石化はいっか、諦めよう。いや、強かったよ。結構危なかった。ここが目的地か。目的地で、だからすぐイベント発生させられるのも困るんだよな。
いろいろ登れたりしないよね。さっきの方行ってみっか。ほっほっ、まあ、さすがにね、立てもしないもんね。音鳴った。やべ、結構長いことやってる。やべ、おめえちっちゃいんだよ。経験値がもったいない。地についてイベントが起きるくらいだったら。回復。違う違う違う。いや、なんかいきなり激戦でしたね。まあね、事務戦もあるからね、もうちょっとこの辺探索をしてレベルを上げて、次の街に行けたらなと思います。もしかしたらね、また何か、戦力になりそうなポケモンも出てくるかもしれないし、まあ、次のところが、まあ、なんだっけ？虫タイプのジムだっていうのは分かってるんで、まあ、炎タイプだったり、飛行タイプだったり、虫タイプに優位にね、戦えそうなポケモンを育成しておきたいなと思います。では、ポケットモンスターバイオレットを実況プレイのパート6、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見てくれな。